です。はい、カメラマンはフルコンです、はい、なんか映画撮られるみたいな。いや違う、もうデマが流れとんねん。デマが主演フルコンで、そう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 。今日はたくさん来ていただいてますよ。はい、たくさんの人が、たくさんの人がかけなくていい、たくさんの人がね、はい、はいはいはい前回あのね、はい、チャン・エドモンドさんと、はい、まあ、坂口拓さんがコラボした時に、はい、僕が受けてない攻撃をやってたんですよ。でその攻撃がめちゃくちゃヤバいらしくて、痛いと、あの220キロか40キロかのチャンさんが悶絶してたんですよ。へえ、拓さんだって今年のランキング4位やったっけ。あなたもいじらんねんということで早速登場していただきましょうか。お願いします。どうもランキング入っていませんでしたむちゃくちゃ荷物あるからねじゃあうちのさ、はい、だから太田がね、はい、チャンネルも好きで見てるのよほんで、ね、ランキングやってたんですよね。その時にね、いやいや入ってねえわと朝からずっとあれつけてきたのよ、うん、実際どうやったんですか。実際どうなのか聞きたい。何位かってことですか、うん、何位1位が藤原先生、はい、で2位が雨宮先生、はい、3位が横川君で、まあ、4位にこの上田美希代っていう5位、はい、おっす。僕めっちゃやりづらいんだけど、どうしよう。そんなことあるよ。だから結局聞かなくてもよかったよね。だからね、すいません、すいませんでした。でも今日はあの椅子軸通ってはるんで、まあそう、はい、じゃあとことチャンにやったのって、はい、多分あれカゴ使ってないと思うんだよ。あれ肘のやつですか。肘ウェーブだ、ね。肘ウェーブ、うちらその、はい、戦闘術って肘が多いから、はい、裏レンゲって。あ、それや、はいはいはい、裏レンゲもらうってやばいよね。わかんないけど、キャノン口だったら大丈夫かもしれないけど、はい、あれもさ、チャンがね、欲しいって言ってやって、はい、でチャンがまたそれ上げてね、あれもバズったけど、周りからパンチが効かないからって言って肘を使うなんて言ってたんですけど、散々叩かれたな、あれも。最近叩かれまくりですね。叩かれまくって。叩かれまくってるんですよ。もうね、いや、打ってくれって言われたから打ったんだろう。じゃあ、なんかこう、2種類。2種類。カゴと、カゴっていう肋骨、はい、でウェーブ生み出すやつで、それはあの、ヒロ先生。はい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 、ヒロ先生、あのタクチャンネルのね、サブレギュラーだ。サブレギュラーまあ新しいのも習ってて、はい、俺それで挑みたいの、うん、あれなんだっけ。ボルテックスウェーブ。ちょっと名前かっこいいですね。ボルテックスウェーブ完成したら、今まだちょっと使用中で、はい、ちょ今日はボルテックス使わないけど、完成したら俺やっとフルコンが喜ぶ映像、うん、キャノン口が、はい、あのたうち回る。あ、膝をつく、うん、膝をつくどころか、ここ道場くるくる回るよ。おー2023年は1位ですね、うん、じゃあなる、なりたい、なりますね、なりたい、なりたい。けど本当にね、口チャンネル、はい、10万人ありがとうございます。ツイッターみたい、ありがとうございます、嬉しかったです。ありがとうございます。これから切磋琢磨して頑張っていきましょう。2023年もお願いします。お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。終わりかい、終わりかい、まだこれからですよ。これからですね、いきましょう。じゃあ早速カゴ、カゴからいっていいですか。はい、どっちの方が同率ですか。肘はえぐいっすよ。おー、肘ってちなみにどこら辺を打たれる。本当は肘はダメです。肘は大変だぞ。炎上は大変だぞ。欲しいって言っても炎上するのかな。いや、やめた方がいい。カゴだけでいきました。カゴって、はい、肩甲骨こうやって360度回るのは知ってますよね、はい、で肋骨も回るんですよ、はい、ちょっとこの後ろから触ってもらっていいですか。どこですか。このその肋骨決まってるでしょ。そうやな。そうやな。じゃ あ, あのお尻触ってもらって大丈夫ですか。これで、はい、普通の人って呼吸したらこれで上下は当たり前じゃないですか、はい、でこれ横に広げる、縮める、はい、で横に広げる、縮める、上、下、はいはい、で、こうやって練習していくとこう肋骨が回るよ。わ、すげえ。肋骨が回るんですから。すっげえな。こう肋骨を回せるよ。こんな肋骨って動くもんなんですか。いや、練習すれば回りますね。どこが一番難しいんですか、動かす。けど肩甲骨を360度回す方が難しいと、はい、肋骨も難しいのかな。けど肩甲骨できればいい。まあ、うん、骨を回せるイメージがつくようになると、はい、回せれるようになる。ちょっと触ってみてください。めっちゃすごいですよ、この肋骨の感じ。いちいちメガネするんかい。この上、お下で横に広がると呼吸するから、はい、縮まると、はいはい、で、こうやって肋骨を動かすのをやっていくとこう回るようになる。おほんまや、はい、これがカゴですか。カゴです。要は、カゴの中に入ってる
鳥かご。ああ、そういうこと。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。ここ肋骨の初速で、ノーモーションだから打てれるような。へえ、こう動かしてみて。そうそう。こうですか。要は、その本当にこう肋骨だけで進むような。へえ、振りかぶらぬのが効くんですか。そう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 。じゃあ、早速お願いします。なんで俺やん、はい、まず、俺からフルコンチェック、はい、ちょっと待ってください。カゴも使うんですけど、ちょっと待っててください。椅子いらんねん。先生、椅子いらん。先生、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 それまた変わってますよ、企画。先生、ずっと俺、トレーナーでいるから。マイクはすごいよ。ちゃうねん。ちゃうの。ちゃうねん。ちゃうの。マイトレーナーだから。お願いします。自分のトレーナーが、はい、ドンペン君も。あ、ドンペン履いてるか。弱くなっちゃうから。いいんですか、履いたままで。でも実際、ここでちょっとしますね。あ、本当だ。本当だ。じゃあ一応これまた脱いだ方がいいですね。じゃあ先生。はい。じゃあ座ってください。はい。まさかこういう流れになる。この映像さっきも見たな。さっきも見たね。いいですね。また帽子かぶら貼るやつやね。これ。はい、降りてくる。そのまま押しよう。はい、これでもっと力。フード押してこうへんわ。今日は。あ、そうっすね。フード。で、このままゆっくり早いです。はい。はい、あと普通にしてください。スリラーちゃうんすよ。ああ。椅子かご。椅子かご。椅子とかご。はい。カード誰ですか。インスコ顔面でも。シャアなしですよ。シャアなしいいっすよ。いつもお腹ですからね。お腹です。そうですね。なんで俺の受けんのこれ。それフルコンチェックですよ。うわ。椅子のせいちゃいます。これすいません、カゴのせいっていうのわかる。椅子のせいちゃいます。もう椅子かカゴかわかんないもんね。だってそれはカゴだけ受けてないんですよ。本当だわ。そうですよ。じゃあ一回解除しないと。解除していいけど、それはわかんないんですよ。そうだよね。だからやめよう言うたんですよ、僕は。いや、今は分かったけど、それって椅子かカゴかわかんないもんね。わかんないですよ。けど今はなんかどっちもなんどっちもなんですね、うん、でそれが最強ですからね。うん、そう。なるほど、なるほど。じゃあちょっとお願いします。本当だろ、もっちゃんなるから。そうなんですよ、もっちゃなってるんですよ。あります。はい。ちなみにさっきタクサの方のやつでやったパンチは、はい、あれは普通のウェブパンチ。オーソドックス。カゴを使ってせっかくなんで前結構破れた釣り金で行かさせていただきます。釣り金って多分こう来るやつですか。釣り金こっちです。ドーンの方ですか。一番苦手なのはあのライチョが嫌いだったんですよね。そうですね。くる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 、はい、けどそのカゴを使ったから、はい、何なんだって話に なって、はい、この微妙なお互いにやっその結局肋骨から回すからその肋骨から肩甲骨で要は車輪が増えたっていう、うん、はい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 、はい、だけスピードが速くなってるだけなんですよ。でもその分威力を増すと。もちろん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 。ちょっとそれでお願いします。もう一回いきますね。そうですね。いきます。こっち回して、うわー入ったね。ほら入れろ。さっき撮った動画よりめっちゃ痛いっすよ。だからカゴやからし。いった、うん、カゴだから痛いっすよ。さっきより痛いでしょ。痛いっす、マジで痛いっすよ。4車輪になるから、はい、その車輪が増える分あの威力とスピードが速くなる。はあ、これが新技ですよ。椅子、椅子じゃないですか。カゴ、いや椅子ややこしいってのよ。これは何かなんですか。その名前は誰が決めてはるんですか。そのカゴとか椅子とかライチョウとか、椅子ちゃう先生で、椅子は自信あるんですか。釣り鐘とかライチョウとか。ライチョウはとか釣り鐘はうちの師匠の稲川先生。ライチョウは自分で作ってて、あ、けど先生が作ってるのを見て、はい、2人で考えて。はあ、なるほど。あとはあの顧問開きとかそういうのは肛門が開いたっていう人が多いからなったっていう。ああなるほどね。名前をつけるというかみんながそれっぽいねっつって呼び名になっちゃってるというか、その本当にその毎年恒例でその自衛官のゴリゴリの全員でベースで飲んで最後はその殴り合いで決めるっていう。お互いに一発ずつ打ち合って、そのチャンピオン参加してもらいたいから、そんな飲み会嫌やな。それは嫌やな。やってみたいっすね。師匠が出たらね、あの俺もランキング2位譲り、2
2位になっちゃうなっていうぐらい。マジっすか。そんなにどきついどきつい見てきてるから、もう本当もう100何キロっていう極寒の人たちが倒れてってるから、ちょっと来年それあのフルコンチェック。なんでやん、俺芝刈りそうやんか。サングラス多分割れてると怖いわ。冗談強くしないから。あかんやつや。チャンピオンの今本当に聞いてるじゃないですか。いや今マジで聞いたっすね。ずっとこうしてるやないですか。多分ね、僕跳ね返せると思う。そう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 、うん、まあ跳ね返んなかったっすね、うん、中に本当にスコーンって入ってった。でそれって椅子ですそうなんですよね。跳ね返りがないのは椅子です、はい、椅子やわ。あかんわ。だけどパワーがさっきよりも強かったっていうのがカゴなんだったんです。はい、だ今だから椅子とカゴのコラボレーションがなってるんだな。そう、ね、ということは毎回多分あれですね、パンツの前こうもしかしたらやるやる、うん、そうそうそう。で俺もこれから石山先生に聞いてすぐね、あの軸をやっぱ毎回椅子に座ってこうやってたらちょっと俺もかっこ悪いけどかっこよく、ね、ちょっと待ってくださいよ。そうスッとできるように、うん、ちょっと俺お聞きして、ちょっと来年本当に明日あれなんだっけ、ボルテックス。また名前忘れますけどチャレンジさせてください。お願いします。お願いします。2023年もそうですね、よろしくお願いします。とりあえずお願いします。今日はこんな感じで終わります。はい、ありがとうございます。たくさんのコラボ動画も概要欄載ってますので、はい、お願いします。はい、今日ありがとうございました。ありがとうございました。おっす。戦え、ライブに潜入しに来ました。ちょっと殴られ屋とかね、口ゆうとさんはですね、あの招いておりますので、もっといいですよ。はい、2、3